こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。2020年3月に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していきますね。今日はバターも卵も入れていかない一口プチパンの作り方をご紹介していきます。楽しみながら一緒に作っていきましょう。まず材料の説明をしていきます。強力粉 200g、 私はイーグルを使っています。インスタントドライイースト 4g、 塩 4g、 砂糖 15g、 上白糖、グラニュー糖、きび糖、何でも OK です。こちらをカードの丸い方を使ってざっくり混ぜましたら、牛乳 155g を加えてさらによく混ぜ合わせます。水分がなくなったけれどもまだ粉気が残っている場合は、生地をカードで切るような形にしてお粉を混ぜ込むようにしてください。今回卵もバターも入れてないんですけれども、とってもふかふかなパンなのでね、すごく楽しみにしておいてくださいね。粉気がなくなりましたらテーブルに生地を出していきます。手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すで材料をしっかり混ぜ合わせましょう。この時指先をあまり使わない方がいいですね。ちょっと牛乳のベタつきがあるかもしれませんが、しっかり押して戻す、押して戻すで混ぜていきますよ。パン作り慣れていない方はね、牛乳を少し減らして作っていただくといいと思います。生地が変わってきたの分かりますか？手と一緒に戻ってくるようになりました。そうしましたら一度ね、生地をかき集めてあげて、手のひらもきれいにしてみましょう。スケッパーの平らな方を使って手のひらをきれいにしましたら、手のひらで一度生地を丸めてあげてから転がしていきます。こねる作業に入ります。力を入れてしっかりね、右手で左奥戻ってきて、左手で右奥行って戻ってくるという形でね、しっかりこねてあげてください。急がなくていいので、しっかりね、力を入れて生地をこねることが大切です。で、だんだん生地がつるっとしてきて弾力が出てきます。弾力が出てきましたらグルテンのチェックをしていきましょう。生地を振りながら引っ張ってみます。すぐに切れなければこね上がりです。グルテン膜のチェックの仕方もあるんですけれどもね、慣れない人はやりにくいので、このやり方でグルテンのチェックをしていきましょう。テーブルに打ち粉をして丸めていきます。いろんな丸め方がありますが、私はね、パンを学んだコルドンブルーのやり方でやっていきますね。最後はしっかり締めますよ。はい、そしたらボウルに入れて乾燥しないようにラップをしましたら、30度で40分発酵させていきます。約2倍になるまで発酵させます。はい、40分経ちました。膨らんだの分かりますか？フィンガーテストしていきますね。人差し指の第二関節までお粉をつけてブサッと刺します。穴の大きさが変わらなければ OK です。ガスを抜いてテーブルに生地を出しましょう。出しましたら10分割していきます。1個 37g です。あまりね、細かくならないようにカットしてくださいね。ちょっとね、大変ですね、10個もね、分割するのね。はい、分割終わりましたら丸めていきます。あまりね、きつくしないようにゆるく丸めていきましょう。手のひらの中でコロコロ転がしていきます。最初から両手でやるのは難しいと思いますので、片手でまずチャレンジしてから両手でやるようにしていきましょう。そうしましたらベンチタイム10分取っていきます。乾燥しないように上にラップをかけといてください。はい、10分経ちましたので成形していきます。今度はね、しっかり丸めていきますよ。一度ガスを抜いてから手のひらの中でしっかり転がしていきます。違う成形ですね。今度は閉じ目を上にしてガスを抜いたら、手前からくるくる巻いて巻き終わりをしっかり閉じていきましょう。このね、2種類の成形をしていきます。数はね、自由で大丈夫ですよ。実はですね、私ね、バター嫌いなんですよね。なのでね、こういうね、バターがないパン好きなんですよ。なんかパン作りするのにバター嫌い、まあ私ケーキも実は教えてまして、焼き菓子とかね、嫌いなんですよね。
バターどうしても好きじゃないんですよね。はい、成形できましたら最終発酵です。35度で30分発酵させていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。動画はいろんな角度から撮影しており、気をつけてほしいこと、コツの説明の時は動作を止めてゆっくり解説していますので、とても分かりやすいと好評です。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早いんですよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、30分経ちました。膨らんだの分かりますか？可愛らしく膨らみましたよね。じゃあこちらに打ち粉をしていきます。打ち粉は強力粉でも準強力粉でもどちらでも構いません。私は普段準強力粉リスドールを使ってますので、そちらの方を振るっていきます。振りすぎないように気をつけていきましょう。で、細長いパンはクープを1本入れていきます。深さ2ミリぐらいですかね。あまり深く入れないようにしていきましょう。丸い生地は十字に切り込みを入れていきます。こちらもね、あまり深く入れないようにしてくださいね。深く入れすぎちゃうと、張らせるように成形できていないと生地がね、しぼんじゃう可能性がありますので、あまり深く入れないようにしてください。では焼いていきます。180度で予熱したオーブンで8分から10分焼いていきます。温度と時間はあくまでも私のオーブンが目安になっていますので、ご自分のオーブンの温度と時間に合うように調整してください。焼いてる間にエスプレッソを入れていきます。私はエスプレッソマシンで入れるよりもエスプレッソコーヒーメーカーで入れる方が好きです。直火でね、入れる方がしっかりしたお味のエスプレッソが入るような気がするんですよね。これアレッシーのものなんですけれども、20年使ってますが全然ね、丈夫で使い続けられてますね。なんか違う形のやつも出てるので、ちょっとそっちも気になりますが、まだまだこれ役に立ちそうです。本当にね、美味しく入るんですよ。はい、焼けましたので出していきます。いい色に焼けてますね。美味しそうですね。いかがでしたか？簡単に作れそうですよね。見てください、ふかふかです。このね、尖ってるところ、もうね、突き刺さりそうなんですけれども、ピーンとね、生地が張っているとカットしたところね、このくらい尖ります。ふかふかです。じゃあね、食べてみますね。どんな味でしょうかね。すっごい柔らかくてふかふかですね。口の中でね、溶けていきそうです。バターなくてもね、すごくふかふかで美味しいパンが焼けますので、ぜひ作ってみてください。ではまた。